おはようございます。ティラッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。たまにね、一人暮らししてるとね、悩みが一つあります。冷房をガンガン僕つけるんですよ、一人暮らし。もうね、親に気兼ねなくね、ね、朝っぱらからコーラ飲んだりね、冷房つけたりしてるんですけど、すっごい豪華な生活してますね、正直ね。はい。冷房は消し忘れ。冷房を消し忘れるという事態がね、一番有意識事態。電気代がね、なんかね、半月で2000だったかな。大丈夫？というわけで今回はね、挑戦していきたいと思います。行ってみよう。はい、というわけで、今回からレジェンドクエストね、ドラゴンクエスト4に挑んでいきたいと思います。いやー、今までね、1、2、3とやってきたんですけども、ね、この中でね、今までより明らかにちょっとね、スペシャルカードの数が多いんじゃないかと思います。まあね、4のスペシャルカードを上げていくだけでもね、結構今ね、画面にポッポッポッポって出そうと思うけどね、全然ね、ちょっと出しきれないと思う、もう。出しきれないと思う、正直。ね、3は2つだったし、2もそんな多くはなかった。1もね、限られてたんですけど、4はとにかくスペシャルカードが多くて、戦術の幅が多いです。その分ね、難易度もね、高いかもしれないんでね、気をつけていきたいと思います。ね、4、ライアンが出ますね。さあ、レジェンドガイダンスどうなの？うわ多い多い多い、多すぎる多すぎる、なんだなんだなんだこれ、多いって多すぎるんじゃないか、少し結構じゃないかこれ。導かれし、もう、あれ、なんかライアンの、ライアン、え、なんかバトランドの戦士とかさ、え、み、もうもう、え、もうもうもうミントス、え、お、え、え、もうもうもうミントス言ってない、早ない、いや、あの、あ、え、ま、もう揃ってんの？え、もう揃ってる？まあ、導かれしもらっていきなり揃ったんでね、私も負けてられませんよ。武器風林火山でございます。結構ガチガチなんですが、許していただきたい。なんかね、今までね、なんか、1、2、3と舐め腐った結果ね、舐め腐ってた結果ね、痛い目にやってるんですよ、毎回毎回。1、2、3とも。なんで、ちょっともう油断せずにいきます。さあ、導かれ、ちょ、上、なんか神出と、神はみ出てもうてるぞ、お前。ちょ、待って、神、出こない。あれ、背景とステージが一致してませんね。では、必殺、いきます。いきます。あ、ふう、ウィン、カーさん、はい、イェーイ、イェーイ、いいね。まず、風林火山ね、融合武器でございます。そしてね、このコドランちゃんがバトルマスターの活躍してきます。デインを落としていく。多分、どうせ炎効かな。待って、炎効くのか。あー、でもこんなもんか。273。いや、でかいね。お前、キングレオか。さては。そうか、キングレオ確かに倒すな。あ、110件。いや、でかい、でかい。いや、通院はマジか、419。しかも2回か。え、しかも2回。合体モンスター扱いってことか。いや、影の騎士に超狙われんな。いや、風が効くのか。風の騎士になっちゃう。いや、違う。風の騎士じゃない。こいつか、影の騎士。いけ、風の騎士いけ。旅に呪いがかかる。行ってこい。はい、オッケー。いいよ。あ、まあ、身の守りはそんなにって感じですね。なるほど。とりあえず、いや、痛恨とかあると怖いな。キングリオ。合体モンスターなんだ。へぇー。ね、アームライオンがね、もともと、1枠モンスターのビッグでいますけど、はい、オッケー。合体モンスターだよね、どう見ても。熱風の息。あ、なんか、見たことある。なんか、別のゲームでも見たことある。あ、完全にこれ、アームライオンのコンパチなんだ。コンパチって言わないで。いって、え、あ、い、結構食らう。あー、でも、え、待って。スペシャルカード。風林火山、行くぜー、はい、よいしょ、ドン、あー、でも、風林火山これ、キングリオワンチャンこれ、風林火山特攻取れんじゃねえか。いや、待って。スペシャルカードさ、今、やっぱこのゲームのレジェンドクエストで高いポイントとかを取るためにはスペシャルカードが重要なんですよ。え、なんだろう、スペシャルカード。ドラゴラム？ドラゴラムあるか。あれ？ギガソードないんだけど。あれ？俺ギガソード持ってねえ。ドラゴラムじゃん。あれ？俺ギガソード持ってねえんだけど、嘘でしょ。あれ、ストーリー、一通りやったよね。あれ？一通りやったのに、ギガソード持ってねえぞ、俺。しかもドラゴラム効かねえぞ。え、キングレオって言ったら、ドラゴラムじゃない？
キングリオって言ったら原作でね、マーニャとかミニアの仇だから、マーニャ合ってないの？ふぅ、ウェイ、カザン、はい、お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 い、なんだ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 天空の装備、はい、いえ。早いんだよな。もう2章から天空の装備求めんじゃねえよ、おめえ。早いんだよ。え？激闘の末、キングリオを倒したぞ。仲間に加えながら、やっぱいなかったの？マネとミニアのあたり、そうか、ライアンあたり取られとったか。もう天空城行くの？もうロザリーヒル行くの？天空の装備求めました。天空の剣です。はい、天空の盾です。天空の鎧です。あのね、ちょっと待って、導かれし者たちの目の前で、ちょっと待って、天空の装備連れてきて。頭がおかしいのかと。正直仲間たちから反魔光を買うような気がします。お供はブリザードマン、メタルキングね、どちらもポー出身でございます。これでやられたらどうしよう。さあ、ドラゴンクエスト4を完全に携えてね、挑戦です。お、しかも、ちょっと待って、敵にドラゴンライダーいる。ね、敵にドラゴンライダーいるぞ。お、これワンチャンあるか。そっか、ロザリーヒルか。ここ。あ、ロザリーヒルだから、色違いだ。高速の剣技。ピサロナイト、お前。ピサロナイトじゃん、完全に。なるほどね。あ、そうか、ロザリーヒルだもんな。さあ、行きましょう。メタルキングがメタストライク。はい、飛び上がれ、上がれ。早速やってきました。ドラゴンクエスト4からね、メタルキング出てます。実はメタルキング4からなんだよな。というわけで4のね、初登場モンスターだらけでやっております。そして主人公はね、この舐め腐ってました。勇者の目の前にこれをつけるか、アマかける剣技、アレクさん。割りかし出た、割りかし出たよ。さあ、今後のブリザードマンね。こいつ何なんでしょうかね。行くぞ、氷の呪縛。どうだ、あ、めっちゃ効くじゃん。そこそこ効く、そこそこ効く。素早さ下げろ。オッケー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 。素早さ下げていくよ、しっかりね。振り回す。え、なんだろう。スペシャルカードがまさかのギガゾードを持っていないんですよ。まさかの。ギガゾード持ってないという最悪の事故が起こってんですよ。いやー、そこはゲットしとくべきなんじゃねえか。ドラゴラムがね、ダメージカードになってますんで。そのドラゴラムをね、基本的に爪で使っていく。また鉄球マシンかい。おお。おっと、ここで怪獣を出していく。結構みんな怪獣出すよ。乗ってけ乗ってけ。メタストライク。ヒュー。あ、ピサルナイト。そうか、サマヨルの内外か。待って、カンダタコブンもおったけど、おめえも相当だな。フォーリアチワク。いいね。打点はそこそこ出てるから。おお。そんな下げなくても、そんな下げてたらお前キャメラミだって。剣から炎、あ、強っ、あ、強くない。サマヨーレの賢さ28なんだけどな。ピサロナイトだとちょっと違ってくるか、さすがに。アイアンスロー、あった、いいね。ブリザードマン回避ってないですよ。その回避いいよ。え、どうだろう、星フルーではか、ドラゴラム。いや、これダメージ取ってていいんじゃない。いや、わかんないけどな。スペシャルカードなんかあんのかな。うわ、めっちゃこういうのあるけど。でもまあ、いっか。クリア目指そう。クリア目指していこう。あんまね、こだわらずにクリア目指していこうと思います。はい。できればね、狙えるんだったら狙っていきたい。うわ。狙えるんだったら狙っていきましょう。で、わかるんだったらそれを狙っていきたいね。で、勝てる状態で。何より負けないことが重要なんで。おーっと、天罰で耐えるか。こういう字幕が下げたからいけるでしょ。いきます、大気を切り裂く、レッグーさん。またお前かーい。見てよ勇者さん、私にこそ脅威。なんで胸のサイズかな。デスパレス、いやいやいや、デスピサル、デスパレスもう侵入したの、は早くない。アッテムトの鉱山にあることを知る。あー、なんかあったね。モンスターに化けてね、デスパーズに行くと、ピサロがやってきて、アッテムトね、確かこれは、あれじゃないか。まさかそんなことが。アッテムト鉱山にいそうな奴らが集結しました。いや、いない。いや、いないぞ。ほとんどいないぞ。さあ。脅威ということで、アッテムト鉱山の中にやってきました。あ、でも、ボスとかじゃないんだね。
なんだこれはなんだこれはって言ってた。アテムトコウさんの雑魚敵がやってきた。そっちか、アテムトコウさん雑魚敵だったか。おーナイス、やるじゃん。ロンリー城エイト出身、ロンリー城エイト出身でございます。アンクルホーンが2体か、なるほどね。誰かでもこの、あれ待って、この時代のアンクルホーンってこの色だっけ。お前ブルデビルじゃない、どっちかといえば。なんかどっちかといえばお前ブルデビルじゃん。てか待って、 HP 高くない、地味に。アンクルホーンたちのね守備が低いんで、そこを狙っていきたいとこではあるんですけど、 HP がめちゃくちゃ高いね。うわ、お前、お前どっちかといえばブルデビルでしょ。あ、でもアンクルホーンが2体、でもなんかさ、なになに、ちょっと待って、嘘でしょ、は嘘でしょ、ちょ、ま、それはちょっと待って、それはちょっと待って、にょいーえ、嘘そんな、そんな嘘、そんな技ある、そんな技ある、ちょっと待って、ほーい、ミスが出ました、魔人の斧持って、お前誰だ、ライノソルジャー、お前どういうことなんだそれは。待って、これさ、ワンチャンもしかして、この、待って、こいつもしかして、これ効くんじゃない？アンクルホンって確か、待って、アンクルホンって確か有効ので効くだろう。誘惑のぜ、確かアンクルホン2体はね、弱点だぞ。いけ！あ、おはははは、やったー！オッケーオッケー。アンクルホン確か誘惑ので効くもんね。オッケー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 。しかもライノソルジャーまで止める。ライノソルジャーでいいのか、あいつは。あいつはライノソルジャーか。なんか色違うけど、アンクルホン避けたんだ。アンクルホン避けちんはっせ。オッケーオッケー、今ナイス判断、多分ナイス判断、一番よーし、いいぞ。さあここでできるだけ返したい。いやー、3体ひるませるはでげえな。オーケーオッケーオッケーオッケー。いやー、え、恐ろしいね、真ん中がやばいな。にしてもなんか影さんでさ呪ったい、うん、基本的にでもアンクルホン行くからライノソルジャーには行かないか。大丈夫、順調順調、大丈夫だ、順調だ。一応 HP は返してるよ、 HP 返してる、大丈夫大丈夫。ロンリー城行ってこい、行くぞー。はい、いいよロンリー城、 OK、 いいよ。ワンチャン勇気たまるかもしんないね、このターンに。アックスカット、なんだすげえ、なんか樋口カッターみたいな技ができたけど、来た樋口カッターや、行くろいや樋口カッター弱いな、樋口カッター弱いな。さあ、エースケが行きます。ドラゴンクエスト8の力、受けてみよう。はい、いいね、やっぱ、通るね。エースケいいな、やっぱ。さあ、これでもうワンチャン勇気溜まります。影さん。オッケー、いいよ。勇気溜まるか、あー、勇気溜まんねえか。溜まんねえか、勇気。でも、まあ、呪いはでかいですね。さすが、ここでね、アンクルホンって比較的状態性弱めなタイプなんで、まあ、うまく誘惑と呪いがかかった感じがありますね。まあ、でも1300は覆せないで、さすがにいったね、こりゃ。一気に行きましょうよ。いや、でも結構普通に強いな、こいつら。え、初見殺しだと思った一瞬、かなり、嘘でしょ、ちょっと待って。樋口カッターやったわ。なんだ、樋口カッターが。あ、なんだ、樋口カッターが弱そうだな。色もちゃんと緑やん。緑色やん。樋口カッターやな、やっぱりこれは。お前ら規則だったのか。はい、キングダムソード決まるか、あ、え、あ、影さん勝った。はい、暗黒呪文、暗黒呪文、ドルマ。4にはないんだ、この技は。ドーン、めっちゃ効くやん。